こんにちは。日曜日はリボルバーです。今回は国際産業の M2941、金属モデルガンをねご紹介したいと思います。主役はこの M29-41 国際産業です。はい。で、あのサイズの比較でね、もう紹介済みと思いますけれども、この田中のね、樹脂製の方のモデルガン、これも一緒にね出してみてね、どんな感じに違うのかというのなんかをね、見ていきたいなと思います。で、ついでに箱同じところにあったんで、この、6インチそれと、8インチね、小数点以下省略してます。8インチ同じものがなぜかねもう一丁出てきましたね。はい。この辺をねちょっとね賑やかしに置いておこうかなと。やっぱり土曜日日曜日はね、なんとなくお祭りみたいな感じにしたいなと。まあ、実際平日も最近それっぽくなってますね。一丁単体でねじっくりご紹介するのもいいんですけどね、まあ、あの新製品とかそういうねものだったら、あのこちらもね初めてなんであれなんですけど、まあリボルバーとかの場合やっぱりね仲間が一緒にいた方がね大いに盛り上がれるんでね。はい。ということで、今日の主役はこの、41になります。さすがにちょっとね、多分これを落っことしたりするとね、こっちがやられるんでね、一丁は片付けましょうか。で、この今日の主役、箱はね、こんなものに入って、売られていたものです。New M29 と書かれていますね。で、なんか付属品とかは多分どっか行っちゃってるんで、この頃のシリーズのやつは結構うちになんかいっぱいあるんですよ。で、多分M29 もね結構あると思うんですけれどもね、357はねなんかいっぱいあるような気がしますね。特にあの短めのやつがね、4とか 2.5 とかがね。はい。インサートがですね結構がっちりと入っていて、インサートで発火するタイプですね。カートの先端にね、キャップ火薬をセットして内部の前撃芯でね発火させるタイプになっておりますんで、カートは非常に短いです。でね、こんな感じでね、カタ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 なんて言ってますね。もう随分とね、あの正直言って日の目を見てないものなんでね、どのぐらい内部機構がダメになってるのか分かりませんので、すいませんけど今日はね空打ちはご容赦ください。それはね若い連中が引き受けますけんっていう感じでね。はい。ルックス的にはどうですかね。早速比べましょうね。こんな感じですね。まあどっちもよくできてますね。パッと見、私の目から見ると、あ、ここら辺の形状が少し違いますね。この、あたりがね。ただ M29 もね、いろいろと世代があるんだろうし、モデルアップした時の雰囲気、あの対象となった実銃がどうなのかっていうのもあると思います。あともちろんハンマーの形状はこれは明らかに異なりますね。はい。まあ、パッと見てわかるかなと思います。ハンマー形状の違いはね。で、ハンマー上から見たところとね、リアサイト、あ、リアサイトだいぶ違うぞ。リアサイトはねこんな感じで比べてみましょうか。あ、いいですね。金属モデルと樹脂ってね、黒と金でね、あの黄色でね、色が全然違うんで、あの間違えることも少ないですね。こんな感じですね、サイティングイメージはね。こっちはこんな感じですね。ね、リアサイトはちょっと違うでしょっていう感じですね。あとはサムピースのあたりかな。これは一緒ですね。パッと見、あくまで私パッと見ですよ。そんな詳しい知識があるわけでもないんでね。はい。まあ銃なんていうのは正直言って雰囲気でかっこいいなんて決めちゃうタイプですんでね。まあ、刻印はね、こちらの方が少し大きいのかな。44マグナムっていうのはね。あと、マズル
の方から見た雰囲気、これはちょっと黄色不利ですね。雰囲気もね、減った車あったもんじゃないですよね。こんな色になっちゃっちゃね。こっちはまあさすがにいい感じの雰囲気ですね。という感じですね。シリンダーの長さなんかどうですかね。そっちから見て、私から見ると、ほんのちょっとだけ、金属モデルの方が短く見えますね。まあ実際のところはね、細かく測ってみなきゃわからないんですけれども、おっと今すいません、手元にちょっとねノギスが見当たらないんで、比べますか。一応ねその辺気にされる方もいらっしゃるかもしれないんで、実測でこっちをこうした方がいいだろうな。どうでしょう。ピタッと、私の方から見させてもらっちゃいます。ほぼ一緒です。指で合わせました今。いやすげえな、よくできてんな。ちなみにね、田中の方はこんな感じですね。インサートがねやっぱりちょっとね僕は小さいような気がしますね。国際のカートちなみに入れてみるとね、なんか結構スカンと入って奥の方まで行っちゃいそうですね。でこのダミカなんですけれども、当然田中の方にはね、全部こう綺麗に入っていくんですけれども、よくいけね、国際産業の方にはね入りませんね。もう、弾頭部が入るだけでもう カートのケースの部分だったらもうほぼ入らなくなってます。やってみましょうか。あ、ということはだから田中のカートが入らないってことだと思います。ほらね、まあそれはね安全対策としていいと思いますよね。実砲は入らないというね、それはまあ一つの姿勢ですね。こんなにね違うんですよね、サイズがね。田中の方は内部発火式とね、しかもね田中のやつはこのカートリッジ部分の真鍮が肉厚なんで、かなりこれで重量結構稼ぎますね。で国際の方は、まあ、カート自体も小さいということもあるんで、そんなにね、稼げるもんではないですね。よし、ちょっと重さは比べてみましょうね。さすがにね、乾燥重量でいきましょう。ん？ここか。ドンと堂々の1キロ超えですね。でカートを足すと、もうちょい、なんかこんなお買い物ゲームがありましたね。ああ 1.1 キロぐらいいっちゃいますね。はい、さすが金属モデルガンって感じですね。で田中の方はですね、実はね、あの今これグリップ、あのミュールのやつに変えてるんですけれども、純正のねプラカ、あのプラグリップの場合、この重りがすごいのついてるんですよ。これ外れないな、なかなか。ちょっとこんなのがね、この重りだけでね、120ありますから、2枚で240。ドイツもあの彼らもみんなそうですね、そういうグリップがついてますね。240プラスということで、だからこれをに大体 200g プラスしてやると860ぐらいになるわけですね。でカート同士の重さをちょっと比較してみます。田中のカートはね6発で124、国際のこの古いタイプのねカートリッジは73で、やっぱ全然軽いですね。でやっぱりね、ファンにとってはね重さって結構重要なんでね、特に樹脂モデルなんてね。あ、これもだからダミカそんなに重いかと思ったらそうでもない。これ中だからカランカラなからなんでしょうね。やっぱそうなると、あの田中のねこのカートなかなかのね重さを稼いでるなっていうのは分かりますね。はい、
で、国債の方に入らなかったダミーカードですけれども、田中の方にはすっきりと入りますと。まあ、田中用と言ってもいいぐらいですね。あと CMC のにも入るのかな。こんな感じですね。いけない。この形をお見せしないと。こんな風になるわけですね。映り込みをね、ボディへの。いらないです、ダメですね。いい絵ですね、これ、本当にね。あともう一つ、私、これでギュッてこうやると、この絵もすごい好きなんですけど。はい。すごい幸せな気分になります、このエジェクトアルトこうして、スッて出てきたときにね。昔のモデルガンはね、ちょっとこの辺がね、うまく動かないのもあったりしてね、寂しい思いもしたんですけれどもね、最近さすがにそれはもうないですよね、今のモデルガンはね。よくできてます、そういう意味ではね。でちょっとね、6インチの方もね、意味なくちょっと、せっかくね、ただぼーっとしてるだけでかわいそうなんでね、カートぐらいね、食べさせてあげないと。まあ、いっぱいやってくださいよ、みたいな感じでね。いいですね。はい。ここがスラッとしててね、ここがこうなってるのはね、絵柄としてはいいな。はい。これもちょっとね、幸せになっちゃいますよ、私。この角度が幸せかな。真横からいこうか。ぎゅっ。すんごい滑らかでね。あ、これ面白い。ピコ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 してるだけでね。これ半日遊べるな。はい。さすがにね、いくらね、ロートロとはいえそこまで暇ではないんで。あ、言い忘れました。乾杯。この間のね、ワイルドセブンの時はテイク5でしたから5杯いっちゃいましたよ。しかも約20分おきに5杯っていうのはね、ちょっと飲みすぎちゃったかな、おじさんって感じですね。こいつのもダミカをちょっとねセットしてみましょう。これなんで2丁あるんだろう。多分なんか勘違いしたな。まあいいや、あって困るもんじゃないし。じゃじゃーんね。おお、滑らかだな。いいね、やっぱり。今 CMC のね、この 8分の3インチはね、家ですぐ手に届くところに置いてあってね、しょっちゅう持ってるんですよ、鉄アレ代わりにね。これもちょっと幸せな気分にさせてもらいますよ。おお、バレルがピコ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 。さすが。まあ、ちょっとね、最近のモデルちゃんの方に少しカラウチオンでも。うわ、ギャヒャ。1回だけ。はい。じゃあ国債の方は、これはね、純正のカートを使ってあげる必要があるんですけども、音がね、多少陶器っぽい音はするものの、やっぱり金属モデルは音ですね。サウンドですね。これもちょっと気持ちよくなっていいですか。おお、ほうほう、金属音がシャカ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 、ポンポンって感じ。いいですね。バラバラ。見ようかな。こんな感じですね、音はね。うん、割とね、いい感じのこれグリップですけれどもね、これ樹脂ですよ。この間ね、疑わしいんでバラしてみたら、ちゃんと本当に樹脂でしたね。これよくできてるなと思って、すごいな、国際もこの時期は、みたいに思ってね、感心したものです。
私が手で持っちゃうと音が響かなくなっちゃうんだな。やっぱりね、この重量感で、やっぱりこの季節一番嬉しいのは冷たさですね。冷やって感じでね。まあね、若いうちはそれが楽しみで良かったんですけれどもね、この年になると結構やばいですからね。これで行っちまったなんて言ったらね、まあそんな幸せなことはねえか。なんかうちの、おじいちゃん、ほっぺにモデルガン当てたら心臓麻痺で死んじゃったよなんていうのもね、悪かないかもしれないですよね。もうおバカとして伝説に残るでしょうね。親戚中の笑い者ってやつでね、はい、どうでしょう国債のね、まあ、このモデル自体はね、後年のあの24金メッキの頃に比べるとおそらく完成度は低いっていう評価になってると思うんですけれども、もう全然いいですね。私今となってはね、金属モデルガン、1キロ超えの金属モデルガンっていうだけでね、十分楽しめています。まあ、もちろんね、先ほども申し上げたように、うちがメインで楽しんでるのはね、CMC のね、このでっけえやつなんですけれどもね。はい。今度ね、あのホルスターもね、綺麗に磨き上げてね、まあ、自分でやるっていうか、今ちょっとなんかね、かみさんにお願いしようかなって感じでお願いしてるんですけれどもね、出来上がった暁にはね、ぐさっと刺してね、まさにあのタクシードライバーの気分でお見せしたいなと思っております。もちろん、このシリーズのね、6インチも8インチもありますんで、やがてお目にかかることがあると思います。ということで今回は、国際の、ニュー M29 4インチ金属モデルガンご紹介しました。ではまた。